本年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構が公募した医療研究開発革新基盤創生事業に採択された北里研究所と大日本住友製薬株式会社との共同研究薬剤耐性 AMR 菌感染症治療薬の創薬を目的とした共同研究の実施に関する発表会を始めさせていただきます。学校法人北里研究所理事長の小林博介でございます。本日ご参集いただきました皆様には心より御礼申し上げます。まずはこの度 AMED 日本医療研究開発機構が公募した平成29年度の医療研究開発革新基盤創生事業、サイクルという略称でサイクリックイノベーションフォークリニカルエンパワーメントの第1回公募に対しまして、私たち北里の基礎研究を取り入れた大日本住友製薬株式会社様の申請が採択されましたことをご報告申し上げます。この事業の詳細は後ほど担当者からの説明に委ねます。北里研究所は創設者であります北里柴三郎博士から100年以上続く感染症領域での実績がございます。近年日本の公衆衛生の向上に北里博士を筆頭に多くの門下生が参画し貢献してまいりました。さらには2015年、北里大学特別栄誉教授である大村聡博士、そちらにいらっしゃいますけれども、大村先生がノーベル生理学・医学賞を受賞され、先人から続く系譜が脈々と継承されていることが証明されました。今回の共同研究に参画する研究者は、北里生命科学研究所に所属しております。この北里生命科学研究所は生命科学領域の基礎研究応用研究と高度専門教育に取り組み、各種重要疾患の原因予防治療法に関する研究と教育を通じて学術研究の発展と人類の健康増進に貢献することを目的として2001年、平成13年に北里大学府市研究所、付属研究施設ですね、として、設立されました。初代の所長は大村博士です。感染症の制圧に生涯を捧げた北里柴三郎博士の伝統と実績を最も強く受け継ぐ研究機関といえましょう。この度採択された共同研究は、北里の強みと大日本住友製薬様の創薬の技術がマッチングしたまさに産官学連携の典型的な事例と理解しております。私どもといたしましては、このような取り組みを通じて国内はもとより広く人類社会の福利厚生を高めるため、実学の精神を持って社会に貢献してまいります。以上よろしくお願いいたします。大日本住友製薬社長の方でございます。本日はご対応のところご出席賜りまして誠にありがとうございます。本日北里研究所様と共同で薬剤耐性菌抗感染症薬の創生を目指しました共同研究の実施につきまして、プレスリリースをさせていただきました。今般このような形で北里研究所様と弊社で目指す方向性というものが一致いたしまして、北里研究所様の感染症領域での専門性の高い先生方と弊社の感染症領域の研究員が一体となって薬剤耐性菌抗感染症薬の創薬研究を共同で進めることと相成りました。世界的に薬剤耐性菌による感染症の治療がますます困難になっている一方、新たな抗感染症薬の開発は減少傾向にございまして、国際社会でも大きな課題となっているわけでございます。北里研究所様は皆様ご承知のとおり、また今、小林様からご説明のありましたように、100年を超える長い歴史をお持ちで、常に我が国の感染症研究をリードしてこられました。現在もノーベル賞を受賞された大村博士の下で、
画期的な薬剤耐性抗感染症薬の創薬を目指しておられます。今回の共同研究チームで本プロジェクトの総括責任者の労を取っていただきます感染制御研究センター長の花木先生は大村先生の愛弟子であり、産学会合同抗菌薬感受性サーベランスの感受性測定機関責任者を務められるなど、薬剤耐性研究の第一人者のお一人でございます。また化学合成の総責任者となっていただきます生物有機化学研究室の砂塚教授は、学生時代から現在に至るまで大村先生に師事されておられる、まさに愛弟子中の愛弟子の先生であり、天然物有機合成の大家であられます。一方、弊社は世界100カ国以上で使用されておりますカルバペネム系抗合成物質製剤メロペンを創出した実績及び蓄積された知見があり、薬剤耐性に着目した創薬を進めているところでございます。共同研究費につきましては、AMED からの委託研究開発費を主に充てることとなっております。そして、大村先生の創薬グループと弊社のコラボレーションだけではなく、AMED のご指導も受けつつ、創薬研究を進めることによりとなりますので、大いに刺激も受けることだと期待しております。まさに、学、官、産の協力のもと、人類の克服すべき大きな課題の一つである薬剤耐性菌感染症の研究開発に取り組み、成果を出すことによって今後の医療に大きく貢献できるものと確信をいたしております。本日はありがとうございました。ご紹介いただきました北里研究所の大村でございます。本日はAMEDのご支援をいただいた本学と大日本住友製薬様との共同研究内容を発表することにいたしましたところ、大勢の記者の皆様方にご参加いただきまして誠にありがとうございます。この共同研究は世界的規模で脅威となっております耐性菌の問題解決するべく研究をするものであります。それですでにもうお話しいただいておりますように、私どもの北里の基礎的な研究能力と、これから世界的な抗菌薬を開発されてきました大日本住友製薬様の実績を等を生かして、連携を密にして共同研究を展開することになるのであります。スペシャルコーディネーターとして私の役割は、両者の特色が十分に生かされるように気配りをして、抗感染症薬の開発がスムーズに行われるようにコーディネートすることにあります。さらにはまた AMEDの方々を加えた産学官の取りまとめにも気を配ってまいりたいと思っております。さて、先ほどから抗感染症薬という言葉が出ておりますけれども、それについて少し話をさせていただきます。スライドをご覧いただきたいと思います。これは細かい字はご覧にならないかと思いますけれども、1999年この日本細菌学会誌に、抗感染症薬の21世紀の展望という創設を書くように、当時の細菌学会の理事長の吉川章之助先生から依頼されまして書いたのでありますけれども、これはその年に日本細菌学会が主催したシンポジウムがありまして、そのタイトルは「どうなる21世紀の化学療法」というテーマで行われたものであります。その時に私が考えたことをまとめたのが、この抗感染症薬の21世紀への展望と、こういうことでございます。で、この抗感染症薬っていうのは、おそらく活字になって現れたのは、これが最初だというのを私は思っているんですけども、要点を言いますとですね、
まずサルバル酸という梅毒の薬が1910年から使用されるわけですけれども、間もなく耐性の問題が、サルファー剤が導入されてまた耐性の問題、ペニシリンが発明されるのでまたそこにペニシリン耐性、とにかく、化学療法剤とそれから耐性菌等がいた地獄湖のような形で今日までますますむしろ脅威を思うようになってきているわけですね。こういう状況下でこれまでのように単に微生物を殺して身を守るという形でなくて、その感染基準を調べてみるとか、あるいは微生物は殺さないまでも感染を防ぐこともあるんではないか。例えばこのちょっと括弧3番になっていると思いますけれども、毒素分泌機構に作用する薬剤なんていうこと、これは微生物が生かしておいても感染しないようにする機構ということを考えたわけですね。そういうものも実際実績をもう研究上の実績を上げまして、かなりいい結果が現れつつあります。そんなふうなことも踏まえてですね、単なる次から次へと耐性菌に有効な抗生物質を探すだけでなくて、もちろんそれも必要だと思います。しかしその他いろんな方法で微生物、病原菌に対応していくと、こういうことであります。これをこの今回の共同研究で推し進めましょうということであります。どうぞよろしくお願いいたします。学長に問うでございます。私の方からですね、本学の遠隔と、大学としてですね、本プロジェクトに対する姿勢またはこの意義ということについて、ね、お話しさせていただきたいと思います。今までですね、お話がありましたようにですね、北里研究所は設立時からですね、感染症と戦ってきたということが言いますが、この点についてですね、少しお話しさせていただきます。これは北里柴三郎先生がですね、40代のところの、写真でございますが、この写真にかぶせてですね、本学の遠隔というものを説明させていきます。で、1914年北里研究所が、北里柴三郎先生によって設立されました。で、その50周年記念事業の一環としまして、1962年にですね、学校法人北里学研が創立されました。で、これは、研究所ですね、学研は独立の組織でしたけれども、2008年にですね、北里研究所と北里学研が統合しましてですね、現在の正式名称は学校法人北里研究所北里大学というふうになってございます。で、2012年に北里大学の50周年、2014年が北里研究所100周年ということでございますので、研究所の設立から数えますと、103年ですか。で、大学としては55年ぐらいの歴史ということになります。それでこの研究所の歴史をひも解いてみますとですね、北里柴三郎先生、柴三郎先生はですね、破傷風菌の純粋培養に成功しまして、血清療法を確立したと、またペスト菌も発見されたという、非常に大きな功績を挙げてございます。で、文科生としましてはですね、黄熱病の研究で有名な野口誠陽先生ですね、または赤痢菌を発見した志賀清先生、でさらにですね、化学療法である剤であります、サルバル酸ですね、これを創設しました畑佐八郎先生、この方について後でまた説明させていきます。で、その後ですね、マイトマイシンというですね、これは抗腫瘍性の抗生物質でありますけれども、この物質を発見されました畑東一先生、で、大村先生というですね、こういう流れで本学はですね、北里研究所は、抗菌、抗生物質、感染症と戦ってきたということになります。で、大村先生はですね、1979年に線虫の寄生虫によって引き起こされる、感染症、オンコセルカ症、別名、河川盲目症といいまして、線虫がですね、感染することによって、失明するという病気でございますが、これにですね、特効薬になります、エバーメクチン、現在はこのエバーメクチンのですね、構造を一部変換しましたエベルメクチンがですね、臨床使用されてますけれども、これを放線菌から分離されたということです。で、現在でも年間3億人に投与されまして、病魔から守っていると、いうよりもですね、失明から救っているということですね、毎年3億人の方がですね、失明から救われているということになります。で、これは2年前になりますけれども、ノーベル賞の授賞式の様子はですね、皆さんのご記憶に新しいことかと思います。で、この以前からですね、この薬剤耐性菌というのは非常に大きな問題となってございまして、この有効な抗菌薬の開発が行われてですね、
まあ、抗菌薬が使用される以前の暗黒時代モードということがよく言われてますけれども、この暗黒時代モードというのはどういうことかということですね。少し説明させていただきます。で、感染症がですね、分かってきたのはこのパスツールとコッホの功績ですね。パスツールは腐敗ということは細菌によって起こることを証明しましたし、コッホはですね、この感染症は細菌によるということを証明しました。で、北里柴三郎先生はですね、このコッホ先生のもとで、まあ、研究を進めた、というわけでございます。北里柴三郎先生はですね、このとベーリングと共同ですね、コッホのもとで研究を進めまして、でベーリングの方はですね、ディフテリアに対する血清療法の研究ということで、第1回1901年ですね、ノーベル賞生理学医学賞を受賞されています。で、北里先生はですね、破傷風菌の純粋培養、あの血清療法の確立ということで、同じようにですね、研究成果を上げたんですが、残念ながら、柴三郎先生はですね、第1回のノーベル賞の最終候補まで残ったという記録が残ってますけれども、残念ながらですね、ベーリングの弟弟子のベーリングがですね、第1回のノーベル賞を受賞されたということです。で、その後ですね、エールリッヒのもとで、このとですね、畑佐八郎はですね、北里柴三郎先生のお弟子さんですけれども、まあ、この方がですね、研究しまして、1910年ね、先ほど大村先生もおっしゃってましたけれども、梅毒の特効薬ではサルバルサンを見出したということですね。これは人類が初めて手にした抗菌薬ということになります。まあ、残念ながらですね、このサルバルサンはですね、梅毒のスピルフォエイトにしか効かないということでございましたが、ただ当時のですね、統計を見ますと、パリ市民のですね、18% は梅毒に感染したという記憶がありますので、このサルバルサンはですね、非常に大きな意味を持ってたということになります。その後ですね、多種類のですね、多種類のですね、こう、細菌に効きますですね、いわゆる抗菌薬ですね、抗菌の抗菌薬、これは何が出てきたかといいますと、一番最初にできたんですね、ドイツのドーマクがですね、ゲルハド・ドーマクがですね、見出したプロントリージュというサルファ剤ですね。で、これが1935年に、見出されて、もう、この年に発売されています。で、ドーマクは1939年にノーベル賞を受賞しましたけれども、まあ、ナチスドイツ政権でしたので、受賞式が出席できずに、実際に受賞式に出席したのは1947年ということになりますが、このプロントリージュの効果が、ね、最初に確かめられたのは、どうも娘にですね、投与したのが最初のようでございます。で、6歳の娘がですね、の手に針が刺しまして、まあ、中で折れてしまったと。で、その結果ですね、傷が可能してですね、高熱で意識を失うという、もう瀕死の状態になったんですね。で、他に手がないということで、動脈は、自分が開発したプロントリージュを、ね、娘に投与しまして、数日間の投与ですね、回復したという記録が残ってございます。で、皆さんご存知のですね、ペニシリン、これは抗生物質でございますが、まあ、1929年ですね、フレミンが青カビの細菌生育阻止作用を発見したということですが、このペニシリンという物質はですね、不安定でしょうね、なかなか単離できなかったと。で、単離されたのは、1940年ですね、オックスフォード大学のチェインとフローリーによって単離されまして、まあ、1943年には臨床使用されているということで、この3名はですね、1945年にノーベル賞を受賞しております。で、ペニシリンの日というのはですね、これは2月12日、ペニシリンというのになってまして、この日はどういう日であるかといいますね、アルバート・アレクサンダーというイギリスの警察官ですね、この方がですね、庭仕事でバラをいじったらですね、バラのトゲが刺さって、そこから感染症になりましてですね、瀕死状態だったと。で、そこでペニシリンを注射したところですね、まあ、このように注射した結果、5日後には、ね、熱が下がったということでございます。つまり、サルファ剤とかですね、ペニシリンがない、こういう抗菌薬がない時代はですね、針が刺さる、またはバラのトゲが刺さるということですね、そこの傷口からですね、感染症が広がりますと、まあ、大抵の場合死亡すると、こういう時代だったということですね。これが7、80年前の時代ということになります。で、耐性菌がですね、まあ、克服できないとどうなるかといいますと、まあ、予測されていますが、2050年にはですね、年間で1000万人が死亡するだろうというこういう予測が出てございます。で、こういうことを受けましてですね、状況を受けまして、国際的な流れとしましてですね、まあ、2011年に WHO がですね、耐性菌の問題を取り上げ、その後ですね、G8 また G7 とのサミットですね、この問題が取り上げられまして、2016年、日本政府がですね、薬剤耐性、耐性アクションプランというものを、掲げました。で、これを受けまして、本日ですね、発表しています AMED によるですね、医療研究開発革新基盤系創生事業ですか、これに代表の住友製薬さんと本学がですね、まあ、共同で研究して申請されまして採択されたということでございます。
で本あの研究体制はですね、大村先生がコーディネーターですね、その下に統括責任者としまして本学の花木ですね、で合成責任者としまして、まあ、本学の須田塚が、おりまして、で役員の責任者は代表の、代表の住友製薬のですね、日高様ということで、こういう体制ですね、研究を進めてまいります。で研究内容はですね、ここにありますようにですね、この4つの項目でございます。で、この詳しい内容につきましてはですね、後ほど担当者にご質問いただければと思いますので、まあ、本学でですね、こういう体制でこのプロジェクトに取り組んでまいりますので、よろしくお願い申します。私の説明は以上です。大日本住友製薬の木村と申します。よろしくお願いいたします。続きまして私の方からですね、本プロジェクトに対する大日本住友製薬 DSP の期待とですね、どういう形でこういうこのプロジェクトに対して取り組んでいくかというような体制のご説明をさせていただきます。まずここにお示しいたしましたのは弊社における研究の重点領域でございまして、我々精神神経系の領域を重点領域ということにおいて研究を進めております。もう一つはがんでございまして、これも近年ここ数年非常に注力してですね、精神神経がんというのを日本柱で進めておりますが、それ以外の新規の分野ということで治療薬のないところに何とかアプローチして患者さんに薬を届けようというような、それともう一つは全く新しい再生細胞医薬というものも非常に力を入れて進めているところでございます。そこに書いておりますように、やっぱりアンメットメディカルニーズというものがその患者さんにとって、あるいはその医療経済の厳しい中でですね、そういう薬じゃないとこれからは世の中に受け入れられないだろうというようなことで研究を進めてきております。一番下にその我々のちょっと小さいですが販売製品というのを示してございます。北米と日本では製品構成がちょっと違いまして、北米ではですね、非定型抗精神薬のラツーダという薬が現在非常にたくさん使っていただいておりまして、医薬の分野では売上高が1000億を超えるとですね、ブロックバスターということで世界的に大成功品というようなことを認識されるわけですが、現在もう1000億を軽く超えておりまして、この抗精神薬、非定型抗精神薬の一番新しい薬ということで広く受け入れられている薬でございます。一方日本ではパーキンソン病治療薬のトレリーフ、あるいは非定型精神病薬、これはラツーダとは別の薬になりますがロナセン、あるいは高血症治療薬のアイミックスというものの製品を中心に展開してございます。一方感染症におきましては、自社で創生いたしましたカルバペネム系抗精神薬、抗生物質のメロペンという薬がございます。これは世界初の単剤型の人毒性が少ないカルバペネム系製剤ということで非常に広く受け入れられまして、日本では当社が自社開発いたしまして1995年に発売してございます。グラム陽性菌、グラム陰性菌による中等度以上の各種感染症に幅広く使えるということで、すでに特許は切れてございますが、現在でもですね、販売量、使用量というのは年々増加してございます。すでに我々 DSP は日本、中国、あるいは東南アジアというところで展開してございますが、ファイザーが社が世界的に100カ国以上で販売しております。さらにジェネリック品が非常にたくさん出ているという薬でございますが、ピック時にはですね、これも1000億を超えるようなブロックバスターでございました。今でも年間500億円を超えるような売上高を誇るような非常に大きなヒット品となってございます。ただ感染症治療薬の開発ということではそれ以降非常に厳しい状況がございまして、我々メロペンに続いてですね、新しい薬を出そうということで取り組みを継続して続けてまいりました。しかしそれ以降ですね、本日の話題にもなってございます薬剤耐性菌の多様化および抗菌薬の開発が非常に難しくなるという中で、その薬の開発の経済性が低下するというようなこともございまして、我々研究の取り組みは続けてまいりましたが、なかなか自社の製品を出せないというような時代が続いてまいりました。でその中ではですね、導入品を中心に開発をしようということで、心筋感染症の治療薬のアンフォテリシン B のリポソーム製剤でございますアンビソームを上市してですね、現在も非常に広く使用いただいております。でこのような状況の中で、その我々として
これ抗菌薬、抗感染症薬をどのようにして作ろうかというようなことを主従模索を続けてまいりました。で、積極的にやっぱり外部提携を使ったような新しい取り組みを しないといけないということで、我々いろいろ考えてきたわけですが、実はそのメロペンに続く我々 あのチャレンジということで SMP601 という化合物の開発を心がけたことがございまして、その時にですね、北里大学の花木先生に非常にお世話になったということがございました。この度幸運なことに花木先生からですね、 DSP 今回 その AMR に対する取り組みを一緒にやりませんかというご提案をいただきまして、ぜひやらせてくださいということで、あの北里大学様と一緒にですね、 AMED に研究課題をとして応募いたしました。で、その結果あの幸いにあの採択いただきまして、あの AMED から研究資金を得ることによって、北里 大学様と大日本住友製薬でAMR についての取り組みを始めるということに至ったわけでございます。で、我々としてはこの領域を感染症領域の新しいフロンティアを開拓するための一つの大きなチャンスと捉えてございまして、ぜひあの成功したいというふうに考えてございます。言うまでもなく、北里大学様は大村先生中心にですね、非常に輝かしい業績を感染症の分野で挙げてこられております。私ども大日本住友製薬も先ほど申しましたように、これまで非常に感染症では成功してきているということがございまして、両者の知識と経験、あるいは産学連携、学産連携を進めることによって、抗感染症薬の開発をぜひ成功させたいというふうに考えてございます。ここにあの今回の体制をお示ししてございます。申し上げましたように、あの日本医療研究開発機構様 AMED 様からですね、研究委託を受けまして、北里大学の校内で大村先生の創薬グループと弊社の研究員が一体化して創薬に取り組もうというところが本プロジェクトの大きな特徴になってございます。合成研究員10人以上、薬理研究員15人以上と、先ほどご紹介いただきましたが、合計で30人以上の研究員がこのプロジェクトに取り組むことになります。一方、会社側ですはですね、あのここで出てきた化合物を製剤化研究、あるいはそのプロセス研究、さらには非臨床の安全性、薬物動態といった専門チームがございますので、そこで薬に仕上げてですね、臨床に持っていって、薬剤耐性感染症に苦しむ患者さんへ画期的な治療薬を届けるということを目指して進んでまいりたいと考えてございます。プロジェクトの将来展望ということで示させていただきましたが、今回のプロジェクト、北里大学様と大日本住友製薬ということで KS プロジェクトと名付けてございます。これから候補になる化合物を探索していく段階でございますが、10年の研究期間の終わりにはですね、承認に近づけるような臨床治験が終われるような形で進めたいというふうに考えてございます。以上、あの私の方から研究の体制と弊社からの期待ということでご説明させていただきました。